パーツが届きましたよ。ちっちゃいウインカー、ちっちゃい小指サイズのウインカーが届きました。あ、ケラーマン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 。これ何ワイヤーなの？これはクラッチ？クラッチっぽいですね。クラッチワイヤー。で、ノーマルの？これ何かな？ギアチェンのギアペダルじゃないかね、これね。これを改造してジョッキーにします。頑張ってるよ、これは配膳を。忍者みたい。このですね、これが多分バッテリーから基地をプラスなんですよ、うん、で、このオンオフスイッチを通ってこっちに帰っていっちゃうんですよね、うん、そしてこっからウィンカー基地ですけど、スイッチかな、ウインカー、これがウインカーにつくのかな。としたらアースがないんですよね。アースとか潰してやろうよ。こうの可能性もあるんですよ。ボディアース取れるのかな。取れます、取れます。トロージュなら取れるんですけど、だいたいホンダはこの緑がアースで大事な、これが通電するかが見たいき、ウインカーのスイッチを作りたい。ああ、ね、はい。
の取り回しも考えられない顔面。でもこう、でもこうが一番でしょ、絶対。専用のワイヤーかなんかいるんですか。あ、入るんかなんか。開くでしょ。開けてる。なんか形状が違うかと。中に入れてそのままに入れて。閉めれば。入れるところがないでしょ。これ使えんじゃないですか。どっちかを変えんと。違うじゃないか、これ。これ専用のやつがいるよね。そうですね。これにこだわるんやったら、これ変えないと。あれですね。だから一回中見てみらんと分かんないですけど、どうやって引っ掛けるか。プランプランになるもんね、これ。この形状って刺さるやつやろ、これ。面白いですね。これメインキーですね。このメインキーで、遊びがあるんで、こいつがいらなくなるから、この玉形のカプラを取ってしまいますね。これなんでテープ巻いちゃうんだ。切れましたこれ。はい、切れますね。お、いいっすね。開けていい、これ。
アイス食べなさい。オレって言ったっけ、2本折れたつける前に食べるよ。ありがとうございます。いただきます。ミヤリが唯一つけるメロン。ここゴムジョーキブルのこれか。いいよ、じゃあ行きましょうかね。まとめていきますので期待しててください。ね、散らかり具合。頑張ったけどあれやね、証やね。片付けましょうかね。片付けるのがバリ大変くらいガチャガチャなんやけど。片付けましょうね。ね。今日ダメにしたヒューズの数です。今日ダメにしたあのヒューズの数ですね。軽く15個ぐらいやられてます。でも全部俺じゃないんですよ。俺がしたのは13個ぐらいなんで。ほとんどやられちゃう。ほとんどやってちゃうやろ。こっちも止めるかな。はい、でも油分が足らんでから。